まあ、厳しい、流れで始まってですね、1クォーターの初めからすごい大変な、相手に前半3、1クォーターで30点以上取られるっていうのは、まあ、やっぱり良くないなっていうこともありながらも、よくつないでですね、最後まで試合をしたなっていう印象が深くて、まあ、9人で戦っている中で誰一人として諦めずに、コートに立って、立った時はちゃんと責任を全うしてプレーしているっていう印象を持ちました。まあ、そうですね、別に悪くはないと思います。みんな下も向いてないですし、ひたすら戦い続けると、今のこの現状が僕たちが下を向いて、まあ、嘆いたところで変わるわけじゃないですし、僕たちは、やりきらなきゃいけないっていう責任があるので、そこに関しては当然みんな前向きにですね、捉えて明日も戦おうっていう雰囲気にはなっています。そうですね、マークがいなくなった時点でですね、まあ、僕たちからするとやはりもう一人外国人選手がいないっていう状態が続く中で、いかに僕自身が、その試合にですね、アドバンテージを取らせないかっていうところを意識して、プレーし続けたいと思ってますし、いようがマークがいようがいないが、僕自身の日本人ビッグマンとしての役割を、常にですね、コートで100%全うするつもりでいるので、シーズン最後まで応援よろしくお願いします。まあ、チームとしては、当初からつけている20勝超えをですね、目指して、引き続き全員で戦いたいと思いますし、僕個人としてもですね、外国籍選手を休ませる意味も含めて、ただ休ませるだけじゃなくて、勢いよくですね、チームに勢いをつけて、外国人にバトンタッチをするっていうところが、まあ、具体的に今の僕の役割だとも思っているので、日本人ビッグマンだからといってつなぎで頑張って出るっていうだけじゃなくて、チームを勢いづけて、そのいい勢いのままで、ベストメンバーの、5人にですね、プレーしてほしいなっていう気持ちで今プレーしています。そうですね、富樫選手にまずは好き放題にさせないことっていうのが一番だと思いますし、今回シュートが千葉さんはすごい入ったので、そこのシュートに対しても1本でも多くですね、ブロックに飛んでタフショットを打たせて、全員でリバウンドを取って、それを速攻につなげるっていう、本当に僕たちがやりたいバスケットを今回前半千葉さんにやられたなっていう印象なので、やっぱそこら辺を僕たちは明日意識して、しっかり戦いたいと思います。